あとはトイレ。トイレは皆さんトイレに洗剤いくつ持ってますか？1つの人。そうですよね。2つ3つをこう使い分けてる人いますか？あんまりいないんですよね。でトイレっていうのは実は酸性の汚れもアルカリ性の汚れもどっちもあります。で1つの洗剤が両方に効くということは私はないと思うんですよ。酸性に効く洗剤が1個アルカリ性に効く洗剤が1個最低2個の洗剤がトイレには必要なはずなんだけど、私たちどうやって洗剤を選んでるかっていうとトイレ用とかいう言葉でしか選ばないんですよね。そうだから1個だったら足りないよね。でしかも123とかいろんなやつここに置いてありますけども、これはじゃあどっちに効くんですかを知らずに買うともしかしたら全部が酸性にしか効かないかもしれないし、だから洗剤というのはそもそもその何々用で選ぶのではなくて汚れの性質別に選ぶべきなんですよ。そこをまず押さえておかないといけない。で今はトイレの話だけしましたけど、家中の汚れというのもすごく簡単に言うと酸性の汚れとアルカリ性の汚れに分けられるんですよ。考えたら私たち例えばバスマジックリンとかマジックリンってあるじゃないですか。トイレ用、フローリング用、ガラス用とかいっぱいマジックリンだけでもあるんだけど、何々用でいっぱい選んでるけどその選び方違うよねって今分かりましたよね。家中の汚れは酸性かアルカリ性に分けられるんだったら最強2個でよくないですか、家の洗剤っていう。今私はそういうふうに考えていて、汚れの性質が見極められるようになったら家の洗剤はめちゃくちゃ減らすことができると。お家がシンプルになるし、たとえその1個の洗剤がものすごい高い洗剤だったとしても2個しか買わなくていいならトータル安上がりじゃないですか。でしかもその洗剤高い必要ないんですよ。だから我が家は数年前から比べると洗剤代ほんと10分の1ぐらいに多分なったと思います。だってもう買うことない。で私の講座聞きに来てくれる人たちって大体私薬局に行くなとか一言も言ってないのに気づいたらずっと薬局に行ってなかったって言ってくれるんですよ。買うものがなくなってたって。でもそういう生活に本来はなるんじゃないかなと思います。でお掃除グッズ、最近こうやってちょっと使ったら全部捨てますっていうグッズだらけじゃないですか。でナチュラルクリーニングっていう言葉が流行ってなんかこう人にも自然にも優しい掃除洗濯しようねっていう概念はちょっとずつ広がってきてると思うんだけど、不思議なことにこういうグッズは使い捨てを推奨されてたりいまだにするんですよ。私もできればこのお掃除のグッズまでもちょっと目を向けてほしいなと思っていて、例えばですねこのメラミンスポンジってこれどうやって汚れを落とすんだろうっていうのを少し想像してみてほしいんですよ。確かに洗剤使わなくっても汚れが落ちるのかもしれないけど、これプラスチックの塊ですよね。それお水につけてゴシゴシってすることでちっちゃなプラスチックの粒子が流れていってしまうことになるということを考えると、わざわざこれを買わなくっても他のもので代用していいんじゃないかなって私は思ったりするんですよ。うちはですね洋服なんか汚れてしまって人にあげることもできないなってなったお洋服をピーッと切って、ウエスとか呼んだりしますけれども、そういうので洗い物してみたり汚れを落としてみたりとかするわけなんですよね。だからわざわざグッズを買うことしか頭にない人がいるのであれば、あるものを代用してどうせ捨てるものをもう一回掃除で使って捨てるみたいな活用方法があってもいいのかなと思います。で調味料、調味料、食を見直すのであればやっぱり調味料一番に見直すべきかなと思うんですけれども、特に考えていない家庭だったらやっぱ白砂糖に食塩にってなってくると思いますし、油はこんな大きくって199円みたいな感じになると思うんですけども、これですね調味料全国もあって思ったのがやっぱ地域性があって面白いんですよ。福岡の人でこれ特に考えてないような家庭だったら絶対醤油は甘い醤油で安いやつで、裏表示見るとですね、カタカナがブワーって書いてあるやつ、醤油風の醤油なんですけどだと思うんですよ。でもこれ関東なんですね。本醸造って一応書いてあって、一応蔵で仕込んだ醤油を特に考えずとも使ってるんですよ。これは面白いなと思ったんです、個人的にですね。はい、だから調味料でどこから見直せばいいのか、どの調味料から見直せばいいのかっていうのは地域性がものすごくあると思います。福岡の人はやっぱり私は醤油から見直すべきじゃないかなと思うし、関東の人は特に考えずともちゃんと蔵で仕込まれてるような醤油がメインで売ってあるから、もう考えなくともそれを選ぶわけですよね。だからこういうところは他のところから目つけたらいいのかなと思ったりして、調味料面白いですね。あとはオイル、私はいつも口酸っぱく言ってるんですけど、家の中のもの選びで一番最初に見直した方がいいと思うのオイルなんですよ。そう、これどうしてかっていうと、今成人病がとか、ね、なんかがんが糖尿病がとかいろいろあるし、で子供がアトピーになりました自分もとか、なんか肌が荒れる、シミそばかすがとかいろんな、なんかこう問題あるじゃないですか。ほとんどの原因油じゃないかなって思っています。病気もその美容も、はい、なぜかというと私たちの体っていうのは細胞でできてるんですよね。でこの細胞の一つ一つ取り囲んでいるものって油なんですよね。細胞の周りを取り囲んでいるものは油なんだけど、普段どんな油を使っているかによってその油の質って変わってくるんですよ。で酸化した油は体に良くないみたいな話は誰でもきっと聞いたことがあるんですけど、私たちが普段料理で使っているサラサラ油っていうのは酸化しやすい油なんですよね。でそういう酸化しやすい油を体に毎日でも取り入れて、いやうちはこんなん使ってないっていう人でも見えない油を取り入れてるわけじゃないですか。その加工品の中には必ずと言っていいほど食物油脂ですかね、植物油脂って書いてあるし、そういうものをずっと取ってたら油自体が酸化しやすいもので細胞自体ができてしまって、そこに何かこう刺激があった時にパッと炎症として広がって病気という形で出る人や肌荒れという形で出る人いろいろいると思います。で、こういう難しいような話をするとうんってなるかもしれないけれども、冷静に考えて私たちは油を取り始めてどのくらい経ってるんでしょうかって、人間の歴史的にですよ。人間っていう生き物が生まれて、何万年とかすっごい長い歴史があるじゃないですか。ちょこっとずつ進化してきたわけじゃないですか。そうでちょこっとずつちょこっとずつしか進化できないのに、ここ数十年ぐらいで一気にバンって毎日取り過ぎてるものが油だと思うんですね。そういきなりゼロだったものをバーンって取って、果たしてそれを代謝できるんだろうかとか、そういう簡単な考え方をするのはどうかなと思ってて、今も情報であふれてしまっているから、なんかこうオメガ3、6、9は比率が大事なんだとかなんか油はなんかこう抜きすぎると良くないから絶対に取らなきゃいけないんだとか、いろんな情報あふれてて、もうどの情報が正しいか分かんないとかなるかもしれないけど、冷静にものすごく引いてみた時にっていうか取りすぎじゃないっていうところをやっぱり最初に目を向けるべきだと私は思うんですよね。だから油に関してはどれ選ぶも大切だけれども、まず減らすことから考えないと、毎日炒め物、毎日揚げ物はやりすぎじゃないかなっていうところをすごく感じます。星が見たい